こっちの木はすごい柔らかい。木って丈夫だね。全然開かない。失神しそう。来る。よし、これでランタンスタンド作るね。全然できない。やっぱ頭の中で思ってるのとさ違うよ、現実はね。上から行った方がいいのかな。うわ、木って丈夫だね。人がさ、木で家を作る理由がわかる。よいしょ。もうとんがらせない、せながら、とんがらがせながら、とん、切る作戦なんだけど。よし。進んできた。目標は、斧で、細かい作業もできるようになりたいんだよね。だからこれはそのめちゃくちゃいい練習になってると思う。おいしょ。いいね。いいね。いいよ。おっと。もしかして、もしかした。嬉しい。持って帰りたい。これ長さ合うかな。抜群。ぴったり。じゃあこっちとんがらし終わってるから、これに合わせてこっちもとんがらしがるね。あ、こっちの木はすごい柔らかい。あ、なるほど、こういうことか。さっきの木ものすごい硬かったんだ。どう？こんぐらいでいいよね。じゃあ仕上げはナイフで。あ、いいね。ちょっとワクワクしちゃうね。どうでしょう、 OK かな。これ誰かがやった跡があるのを見つけたの。これを借りて。おー、できた。自然に馴染んでる。今まででなんか一番愛着あるしかっこいいな。よいしょ。お、これ巻き割り台にちょうどいいね。これで割ろう。お、思ってたんと違う割れ方しちゃった。泡が取れた。違うんだよ、こうじゃないんだよ。よし。おお、なるほどね。
あ、そういえばなんか調べた時にね、こうえいってやって、それはさ刺さったのを逆さにして、こうこっちやった方が簡単に割れるっていうのを見たから、ちょっとやってみるそれ。入って、これを。できない。そりゃそっか、最初からできるわけないか。安全にだけさ気をつけたらいいと思うよ。いいよ。お、疲労度は変わらん多分。これ上手くなりたいな。こういうのができてきたよ。念願のオノペグ打ち。全然違うね。重いからやっぱスッて入ってくる。みんながペグハンマー買いなさいって言ってくれてた意味がすごくわかったよ。おお、すごい。すごい下手な回だった今。もうお腹が空きすぎて失神しそう。最高、美味しい。めちゃくちゃカロリーを感じる甘さ。こう冬が終わって虫がたくさん、緑もたくさん増えてきたのを感じます。森林浴だね。今日ね、ワセリンボールでつけようかな。昨日ね、すごい雨がすごかったから、普通の着火ではつかないよって管理人さんが教えてくれたからね。ワセリン忘れた。気持ちいいし頑張るか。これと。飛んではいるんだけどね。炎の神様、ちょっとチャー替えしよう。このチャークロスは私が作ったんだけど、ちょっとうまくいかなかったみたい。しよう。火花飛んでるから。来る。わあ、よっ。湿ってるね、やっぱり。
っとそーっと、あまり動かさず。今日はタコスっぽいソーセージ葉っぱバッグ作るよ。玉ねぎをみじん切りするよ。オリーブオイル、ジュ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 。玉ねぎ、ジュ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 。おお、いい音。おお、とってもいい香り。ガーリックソーセージって食べたことある？私ないんだけど、どんな感じ？3本ぐらいかな。じゃあパンもこの下に置いてさ、焼いといたらいいよね。忘れないようにしないといけない。忘れちゃうかな。あ、めっちゃいいじゃん。いやー、これは喧嘩になる。私4人兄弟なの。誰かが食べれない。どうしよう。みんな何人兄弟？一回、暑かった。これはこっちのトングか。難しいな。パンもうちょっと焼いた方がいいよね、これ。あ、ちょっと温まってるけど、もうちょっと焼こう。あれ、もう焼けた？やば、早い。あんなに大事にしてたのに。揚げパンより黒いよ。どうしよう、あっちゃー。どれだけ見栄えを良くしようと葉っぱ入れたところでだよ、もう。あつつつつ、あつつつつつ。サルサソースもまだだし、チーズもあるよ。すごい、どこの国の食べ物だろう。よっ、結構辛いのかな。全然開かない。力を使った、今これで。これにすごい玉ねぎ入ってた。親切。焦げを隠してくれる、これが。じゃあちょっとビジュ割るだけど、いただきます。ソーセージが全部なんとかしてくれてる。パンはものすごく失敗しちゃったけど、それ以外はタコスっぽくてピリ辛で本当に美味しい。パンがめちゃくちゃ苦い。食べてるけど、これにね、缶切りついてるんで。でも使い方わかんない。ねえ、知ってる？これ。インカコーラ。で、栓抜きだからね、これ使う。あ、わかった！こうか。全然コーラじゃない。なんだこれ。オロナミンCと速攻元気っていうさ、あの飲み物知ってる？ゼリーの。あれの間。美味しい。
美味しかった。ごちそうさまでした。すごく毛深い。この森の主よ、アリザ姫が来たぞ。いい気持ちだぞ。マグカップを忘れたぞ。今日のこの棒、トントンするたびに何かが落ちてくる。今日はマグカップ忘れちゃったから、この蓋でいただくね。よし、オッケー。綺麗にいった、今日は。今日のおやつは、お芋蒸しまん。不思議なおやつ、初めて食べる。今日はマグカップじゃないから、コーヒーにも空がたくさん映ってるね。大きい。いただきます。なんかお正月に特別なものをいただいてる気持ちになる。すっごい美味しい。めちゃめちゃ味わいが深いです。お芋蒸しまん食べたことないよね。みんなある？いただきます。あんまんとか肉まんのあの皮の部分でできたお菓子。お芋も美味しい。今日は新しくゲットした斧を使ってブッシュクラフトにチャレンジする、そんなキャンプでした。斧でプラスチックはできないよ。焚き火でパン焦がしちゃったりとか、コーヒーのマグカップ忘れちゃったりとか、薪割りが全然うまくいかなかったりとか、思うようにできないことたくさんだったけど、それでも自然の中ね、過ごす時間はものすごく癒しになりました。みんなも毎日お疲れ様。たまには息抜きをしてゆっくり心をいたわってね。今日も見てくれてありがとう。それじゃ、またね。